世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。川原信明が見せる新しいムーブメント、無限に広がるフレッシュな世界。新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイスです。愛は食卓にある。キユーピーの提供でお送りします。フレッシュフェイスイズインザケースオフ信明川原。この子は何年生きられるんですかっていう質問がすごく多いんですね。植物にはこう寿命があるんじゃないかっていうふうにお考えの方がやっぱすごく多くて、枯れた不要だと捨てず、持続可能な植物の命を引き出し最大限生かす。川原が始めたのは植物を下取りし再生して販売するサービスだ。こう再生させた植物ってその一般的にも流通しないような樹形や表情になってるものがほとんどなので、これはもうお宝だみたいな風に思うようなものがすごく多いんですよね。ネットなどで気軽に買えるが枯らしてしまう人も多い。でも川原の手にかかれば。根っこかなり元気ですね。あ、よかった。まだ生きてたことにまず驚きだし、ここから再生するって言われたらちょっと楽しみ。枯らしちゃって申し訳ないのが救われるので気持ちが楽だなみたいな。目をつけたのは土の中の微生物だ。活性化させることで植物自体が再生するという。たどり着いたのは使い終わった紅茶の茶葉。発酵しているため質のいい腐葉土作りに適しているという。もともとはやっぱり捨てられていたものがこれだけこう再生されているってことですとか、姉さんの再生プロジェクトの中でいろんなあの方の手に渡っていくんじゃないかっていうふうに思うと、こう理想の姿なんじゃないかなって思います。新しいこと、変わらないセオリー。川原は創業100年を超える生け花花材専門店の4代目。植物をよく知るからこそ植物に対する価値観も変えたい。写真を送るだけで枯らさないアドバイスなどの相談も始めている。フレッシュフェイシーズ、その先は。ヴィンテージのように植物が価値が高まってっていうことがその市場として成り立つっていうことは、植物の二次流通っていうものがこれからこれは絶対に面白いなっていうのを今そう感じています。愛は食卓にある。キユーピーの提供でお送りしました。